影帽子さんからこんな情報をいただきました。私もカプラ外しを使って作業していたんですが外れないのです。配線自体をやり替えました。シリンダー右側の下のこのカプラーなんですが、こういう形でついてますので、この裏側をへこまさないとダメなんです。こういう感じになります。見えない方向ですから、どうやって外したらいいのっていう人ほとんどだと思います。こういう形で刺さってますからね、裏側を押して外してくださいね。だいぶ形になってきました。配線の処理も終わって、全ての工程がほぼ終わったということで、エンジンをかけてみたんですが、なんとエンジンがかかりません。燃料ポンプの音もしないんです。キーをひねってもうんともすんとも言わないので、このキーシリンダーあたりの配線が腐食しているのかなということで、一応バラしてみようと思います。こんなところにも泥が侵入しています。それでも機械的な部分に関しては異常はなさそうです。この白いプラスチックの中の配線に異常があるのかも分かりません。分解できません。これが原因だったようですね。ケーブルの対抗を入れたら、ケーブルの外れ止めを入れてネジで固定します。あまりに白いのでヒートガンで炙ってみようと思います。本日寒いのでラチが開きません。やはりこいつでしょうか。燃料ポンプが OK になったと思ったら、今度はセルが回りません。キーオンで異常ランプが点灯します。長い発光と短い発光があり、長い発光が10の位、短い発光が1の位になります。この場合4と2なので42番です。42番はスピードメーターが動いていないということの異常です。セルを回しているにもかかわらず電気が来ていません。セルスイッチが酸化しているのかも分かりません。ちょっと見てみます。こんなところまで泥が入っています。清掃した後、ワイヤーインジェクターで給油をします。単純ですけども、セルスイッチの表面が酸化して導通がないっていう可能性もあるので、ここ接点を磨いてみます。接点は磨いたのですが、それでもかかりません。別の原因があるようです。エンジンがかからない理由として、一つずつしらみつぶしに潰していきます。まずブレーキレバーのスイッチ、点灯センサー、この辺を短絡させたり交換したりして試してみます。それでもエンジンがかからないので、別の配線を使うことにします。せっかくここまで来たんですが、別の配線に交換です。配線が届くまで別の作業を進めておきます。
最近の刻印は点で打っているので錆に弱いのですぐに消えてしまいます。これはインジェクションの燃料ホースのタンク側差し込み口です。ここまで泥が来ています。危険です。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。初めての方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。皆さんのグッドボタンで頑張れてます。よろしくお願いいたします。